どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルオフピークキャンペーン開始ということで、こちらの解説ですね、やっていきたいというふうに思います。マリオットボンボイホテルのですね、ポイント宿泊でオフピークがね、適用されるキャンペーンがね、行われているということですんで、マリオットボンボイホテルのポイント宿泊ね、お得に利用することができると思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。でですね、今回のこのオフピークキャンペーンなんですけども、予約期間に関しては12月の14日までというふうになっておりまして、宿泊期間が2021年の2月の28日までというふうになっております。でですね、対象ホテルはですね、特にここがみたいなね、記載はないわけなんですけども、私自身がですね、調べた感じだとですね、日本国内ね、全てのホテルが対象になっているわけではありませんということですので、この点はですね、注意していただきたいなというふうに思います。マリオットボンボイホテルのね、ポイント宿泊する際なんですけども、必要ポイントがですね、シーズンによって異なるっていうふうになっておりまして、こちらね、マリオットボンボイのね、ホテルカテゴリーで必要ポイント数なんですけども、ホテルカテゴリープラスこのオフピークだったら何ポイント、スタンダードだったら何ポイント、ピーク時だったら何ポイントみたいなね、感じになっておりまして、今回のキャンペーンではですね、こちらのオフピークはね、適用されるっていうキャンペーンになっております。でですね、今回のキャンペーンに関してはですね、当たり前の話なんですけども、カテゴリーが高くなればですね、ホテルもですね、クラスが上がっていくっていった形になりますんで、高いカテゴリーのホテルでですね、オフピークに宿泊することができればお得になるっていった感じになっております。またですね、今回のキャンペーンはオフピークキャンペーンっていう風になっておりまして、オフピーク、スタンダード、ピークっていった感じで必要ポイント数がね、分かれているわけなんですけども、こちらですね、ポイントセーバーっていうですね、必要ポイントよりですね、少ないポイントで宿泊できるっていう制度がですね、マリオットボンボイホテルにあるわけなんですけども、こちらもですね、数はね、そんなに多くない、またですね、平日限定っていう風にね、なるわけなんですけども、このポイントセーバーもですね、今回検索させていただいてですね、ちょこちょこ出てくるっていった形になりますんで、もしね、平日にね、利用できる方であればですね、こちらポイントセーバーもですね、ぜひね、狙ってみていただきたいなっていう風に思っております。でですね、今回のキャンペーンの対象ホテルに関してなんですけども、私自身もですね、日本全国のホテルね、全て調べさせていただいたわけではないんですけども、やはりね、人気の高いですね、メズム東京オートグラフコレクションであったり、ホテルザ三井京都であったり、 JW マリオット、リッツカールトン、日光といった感じで、すごいね、人気のあるホテルではですね、今回のキャンペーンのね、対象のオフピークにはですね、なってないっていった形になっております。まあ、あくまでですね、私が調べた時期では出てこなかったっていうだけですので、まあ、キャンペーン期間はですね、まだね、1週間以上ありますので、もしかしたらですね、今後もね、出てくる可能性はね、ゼロではないかなというふうに思っているわけなんですけども、私が調べた時点ではですね、出てこなかったっていった形になっております。ちょっとね、このキャンペーンね、オフピークになるキャンペーンということで発表があった時にですね、かなり期待したわけなんですけども、残念ながらですね、すごいね、人気、まあ、すごい人気のあるホテルだからね、適用されてないっていったわけではないと思うんですけども、まあ、何らかの理由でですね、こちらのホテルでは今回のキャンペーンにはね、対象にはなってないっていった形になっております。でですね、ホテルね、紹介していきたいなというふうに思うわけなんですけども、日本国内のね、ホテル全て紹介していくのはちょっと無理があるなというふうに思いますので、今回のキャンペーンではですね、オフピークはね、適用されるっていうことですので、カテゴリーが高ければ高いほどですね、お得になるっていった形になりますので、この動画ではですね、カテゴリー8のですね、最上級のカテゴリークラスのホテルでですね、解説ね、していきたいというふうに思います。またですね、今回紹介させていただくのは12月1日時点でですね、私が調べた結果っていった形になりますんで、まあ、ホテル価格もそうなんですけども、ポイント数もですね、このマリオットボンボイのね、ポイント宿泊に関してはいつね、どうやって変わるかっていうのはちょっとわからないっていった形になりますんで、この点はね、ご了承いただければなというふうに思います。それではまずね、東京エディションホテルに関してはですね、残念ながらオフピークのね、設定はされてないっていった形になっておりまして、12月、1月、2月ね、こちら12月なんですけども、オフピークの設定である
7万ポイントでね、宿泊は入ってないっていった形になっております。まあ、こんな感じでですね、ポイントセーバーとはついているわけなんですけども、まあ、本来ねオフピーク7万ポイントっていう風になりますんで、ちょっとね今回のキャンペーンではね割高になるかなっていう風に思います。それでは次にリッツカールトン沖縄ですね。こちら12月1月2月のね検索結果なんですけども、12月ではポコポコねポイントセーバーでね利用することができるっていった形になっておりますし、中旬ぐらいまではですね7万ポイントで宿泊できる日もちょこちょこあるかなっていった形になっております。1月2月に関してもですねオフピークでね設定されていて、宿泊できるところねちょこちょこあるっていった形になりますんで、でもですね沖縄の場合はっていうのもねあれなんですけども、1月2月っていうのはですね沖縄方面のね価格結構下がりやすいかなっていうふうに思いますので、ちょっとね現金決済的に行くとですね7万ポイント払って宿泊するのはねちょっともったいない部分であるかなというふうに思いますので、まあおすすめとしてはですね12月中にね利用するのがおすすめかなっていった感じになっております。それでは次にイラフスイラグジュアリーコレクションホテルですね。こちらも12月1月2月のね検索結果なんですけども、こちらもですねポイントセーバーねついているわけなんですけども、ほとんど8万ポイントですかね。で1月2月に入るとですねポイントセーバー6万5千ポイント、あとねオフピークもねかなり少ないですけどもあるっていった形になっておりますかね。まあいずれにしてもですねこちらも1月2月だとですねちょっと現金価格もね見たんですけども、元々の価格がね結構下がってるっていった部分もありますので、お得にね宿泊するっていう観点からいくと、まあ、12月がねおすすめかなっていった感じになっております。次にスイランラグジュアリーコレクションホテルですね。こちらも12月1月2月のね検索結果っていう風になっているわけなんですけども、12月に関してはですね1日だけポイントセーバーね6万5千ポイントね入っているっていった形になっておりまして、それ以外はですね残念ながらオフピークのね設定はされてないっていった形になっておりますかね。8万ポイントのねポイントセーバーはねちょこちょこあるっていった感じになりますね。1月と2月に関してはですねこちらもねちょこちょこポイントセーバー6万5千ポイントだったり、オフピークのね7万ポイントが、まあ、数は少ないですけども適用されているっていった感じになっております。数少ないね平日にはなるわけなんですけども、6万5千ポイントでね宿泊できるのであればですねかなりお得かなというふうに思っております。それでは次にリッツカールトン京都ですね。こちらも12月1月2月のね検索結果なんですけども、12月に至ってはですね1日だけオフピークね設定されているっていった形になっておりまして、1月2月に関しては本当に数日ですねポイントオフピークがね設定されているっていった感じになっておりますね。このリッツカールトン京都に関してはですね12月1月2月ね価格も見させていただいたんですけども、結構ね高いっていった形になっておりますんで、7万ポイントとかでね宿泊できるのであればですねかなりねお得に利用できるかなというふうに思っております。ですけども今回のキャンペーンとしてはですねオフピーク設定としては、まあ、ほとんどにね少ないっていった形になっておりますんで、まあ、ちょっとね厳しいかなっていうところですよね。それでは次にプリンスギャラリー清井町ですね。こちら12月1月2月なんですけども、こちらねすごいですよね。12月1月2月ですねほとんどが7万ポイント、もしくは12月に関してはですねポイントセーバー6万5千ポイントねかなり設定されておりますよね。これちょっとね見た時びっくりしたんですけども、私自身ですねこちら宿泊させていただいてかなりねおすすめのホテルっていう風になっておりまして、しかもね7万ポイントで週末でもですねまだ空きがあるっていった形になりますんで、この動画見られている方でですねぜひね行ってみたいっていう方はですねこの機会にね行ってみてもいいのではないのかなっていう風に思います。平日だったら6万5千ポイントですからね、かなりねお得に宿泊できるのかなっていう風に思っております。それでは最後にですねリッツカールトン東京ですね。こちらも12月1月2月のね検索結果なわけなんですけども、12月のですね必要ポイントかなりねポイントセーバーね
入っているところ多いですね。6万5000ポイントで宿泊できる日ね、平日にはなるんですけども結構あるんでね、もしね利用されたいっていう方はですね、チャンスかもしれないですね。またねこちらも週末であってもね7万ポイントで宿泊できるっていった形になりますんで、リッツカールトンね泊まってみたいって思っている方もですね、かなりおすすめなのではないのかなというふうに思っております。このね東京リッツカールトンに関しては1月も2月もですねほとんど7万ポイントなんですよね。これかなりすごいですよね。まあ週末もそうですけどもね、2月に至ってはもう全部7万ポイントですからね、すごいですよね。かなりねチャンスなのではないのかなというふうに思っております。いやーこれ本当にすごいですね。2月本当に全部7万ポイントですねぜひね利用できそうな方はですね、こちらもね狙ってみていただきたいなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボイポイントオフピークキャンペーンをですね解説させていただいたわけなんですけども、まあね全部のホテルではないわけなんですけども、オフピークね設定されていたりですね、ポイントセーバーもですね設定されているっていうホテルがちょこちょこありますので、ぜひねマリオットボンボイポイントですねある程度持たれている方はこの機会にね利用してみていただきたいなというふうに思います。またですねもしね宿泊される際にはですね、現金価格もですね確実にチェックするようにですね利用してみていただきたいなというふうに思います。やっぱりね1ポイント1円以上でですね利用できた方がお得にね利用できたっていう気にもなれますし、ちょっとねあまりにも安かったりするとですねちょっとねもったいない気持ちにもですねなってしまうかなというふうに思いますので、現金決済価格と比較してですね今回のこのオフピークキャンペーンですね利用してみていただきたいなというふうに思っております。ちなみになんですけども、今回ねこのキャンペーンね行われているわけなんですけども、特にね特別なサイトが用意されているわけではなくてですね、いつものマリオットボンボイのね公式サイトもしくはアプリでね予約することができるっていった形になっておりますんで、普通にね検索していただければこんな感じでね検索結果出るっていった感じになっておりますので、ぜひねチェックしてみていただきたいなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。